今回は将棋界の金メダリスト藤井聡太七冠のご活躍をまとめてお伝えします。7月19日に22歳の誕生日を迎えられた若き獅子藤井聡太王位に渡辺明九段が挑む第65期王位戦七番勝負第3局は7月30と31日徳島市の伊水園で指され、先手の藤井王位が111手で渡辺九段を下し2勝1敗とリードした。藤井七冠の徳島対局はこれで4連勝。徳島不敗神話として徳島県は藤井王にとってとても縁起の良い戦いの場として認知されました。徳島県は王位戦の開催地として有名ですが、提供されるおやつが調べてみるとすごすぎた。おやつ提供を行っているのは徳島市にあるナッツベリーファーム製。スイーツファンの掲示板でケーキを買いに行くだけでも徳島を訪れる価値はあると絶賛されるほどの隠れた名店です。当店はフランス国家最高職人賞を受賞したエリカ・ゾウシスに従事し、パリの5つ星ホテルル・ムーリスでデザートの盛り付け役の重責を担ったヒルトン東京のエグゼクティブペストリーシェフ針田治氏の実家です。針田氏はフランスから帰国した後、ナッツベリーファームでのケーキ作りを経て2017年からヒルトン東京で現職に就任。あのヒルトン東京の看板フェアスイーツビュッフェも手掛けています。ちなみに藤井七冠が2日目午前のおやつに選んだ季節のフルーツアイスレモンティーの目にも鮮やかなお皿には、今が旬の桃やスイカ、マスカット等の他に藤井七冠が好きな食べ物として揚げたパイナップルがちょこんと乗っていた。このおもてなし精神こそが徳島に藤井七冠負けなしの地という新たな栄誉を生んだのかもしれません。気になる対局内容は、前回の局の解消でスコアをタイに戻した渡辺九段は後手番で迎えた本局でも周到な用意を披露します。角代わりに進んだ序盤で颯爽と桂を5段目に跳ね出したのは現代的な強襲。一手受け間違えると奈落の底に落ちる危険な戦型だけに藤井王位も長考を余儀なくされます。31手目に藤井王位が記録した3時間10分の大長考は自身のキャリア最長となる記録。思った以上に対処が分からず、封じ手周辺は自信がなかったとの振り返りが藤井王位の苦戦を裏付けます。実戦も持ち時間で大きくリードする渡辺九段がペースをつかみました。手番を握った渡辺九段は持ち駒の飛車と香を立て続けに打って王手をしましたが、これが敗着に。藤井王位は盤上の2枚銀を差し出して王手をかけたのが読み切りの着手。最後は21手目に仕留めました。渡辺九段の猛攻で一時は自玉が孤立する状態に陥ったものの、巧みな手順で相手玉を攻撃しながら自陣を安定させる抜群の終盤力を発揮して競り合いを制した。あまりにも鮮やかな勝利に白星を奪われる形となった渡辺九段も、終盤でなんでいつもこうなっちゃうんだろう、藤井さんの将棋はすごい手がいっぱい出てくると本音を漏らす場面も。最終盤では藤井将棋の真骨頂ともいえる美しい詰み筋が出現。解説を務めたプロ棋士も将棋図工みたいと驚きを隠せない様子だった。ひふみんこと加藤一二三九段の分析としては大熱戦の名局でした。最初のハイライトは渡辺九段が7筋の歩を突いて仕掛けたのに対し、藤井王位が3時間10分も長考したところ。こんなに考えた棋士は最近10年間で見たことがありません。私も長考型で有名でしたが、あんなに使いません。最大で150分ですよ。あの局面から先何回も山がありますから。この奇襲作戦はさすがの藤井王位も研究してなかったと思われます。対局は押し込まれて最後に体勢をかわしての逆転勝ちでした。渡辺九段の敗着は指摘しにくいです。これしかないという攻め方で藤井玉に迫っていましたから、今回のシリーズを見る限り悲観する内容ではありません。逆に
藤井王位の方が作戦は立てづらく、どのように対応するかが後半の鍵と見ています。作戦か、渡辺九段のお手並み拝見といきましょう。渡辺明九段は8月1日、旧ツイッターを更新。藤井聡太王位戦の敗因について言及した。くは、当たり前に見える4九飛と6六香が悪手とか将棋の終盤は難しいと書き出し、4五銀右も見えてないし、こんなぴったりになるんだな、と記述。この時間に徳島ラーメン行きましたと打ち明け、地元名物徳島ラーメンの写真をアップした。藤井王位は、本棋戦、防衛すれば、連続5期で、永世王位の資格を得る。竜王と棋王で、永世称号の資格を持つなど、タイトル獲得31期、タイトル戦登場45回を誇る渡辺九段にとって、王位戦は初挑戦。両者の対局成績は、藤井王位の22勝5敗。タイトル戦では5度となり、顔を合わせて藤井王位から見て、ダッシュ4、防衛1となりました。第4局は、8月19、20日、佐賀県唐津市、陽陽閣で行われます。7月22日、王座戦挑戦者決定戦、羽生善治九段永瀬拓矢九段戦が行われ、114手で永瀬が勝利。藤井聡太王座への挑戦権を獲得した。挑戦者決定戦で、かなり多く負けてしまっていたので、ここで一つ結果を出すことができてよかったのと。それが、王座戦というのは運命というか、そういうものも感じます。終局後、永瀬はそう語った。前王座の永瀬は、昨年の五番勝負防衛を果たせば、5連覇で、名誉王座の資格を得られていた。しかし、そこに現れたのが最強の挑戦者、藤井だった。結果は、1勝3敗で、永瀬の敗退。王座を明け渡し、藤井の全八冠制覇を許した。自分としては、内容が良かっただけに、悔いが残るシリーズになってしまいました。藤井も強いが、永瀬もまた強い。その後の朝日杯決勝では、永瀬は、藤井を下して、優勝を飾った。永瀬は藤井の練習パートナーでもあり、最近のスコアは互角ぐらいだという。では、前期王座戦では、何が足りなかったのか。私が、今のトップ棋士の中で見ますと、精神的に弱い方に入るんですね。藤井さんは、やっぱり精神的に強いですし。永瀬は、精神的に、大きなダメージを受け、自身の脆さを自覚した。弱い部分を見つめ直し、逃げずに自分と向き合って、改善を心がけてきたという。注目の5番勝負は9月に開幕します。関西所属で活躍した棋士を対象に選出する第32回関西囲碁将棋記者クラブ賞の受賞者が8月1日に発表された。将棋部門は藤井聡太七冠が4年連続4回目の受賞。藤本渚五段には特別賞が贈られた。オリンピックについては、王位戦の準備、対局で見る暇もない藤井だが、将棋の場合ですと、何かを背負って戦う状況はそんなにないですが、オリンピックは代表として出場される。緊張感、プレッシャーもある状況の中で、素晴らしいパフォーマンスをされる選手を見ると励みにもなるし、私自身、もっと頑張らないといけないと感じますと話した。8月3日に放映されたアベマトーナメント2024で、チーム藤井とチーム渡辺が対決し、藤井聡太七冠が2勝、羽生善治九段が1勝、青嶋未来六段が2勝され、5勝0敗でチーム藤井が勝利し、決勝進出を決めました。プロ棋士レーティングランキングのご紹介です。5位、羽生善治九段、1848。4位、佐々木勇気八段、1857。3位、永瀬拓矢九段、1897。2位、伊藤匠叡王、1898。1位、藤井聡太竜王名人、2084。藤井聡太、将棋の歴史に、新たな伝説を刻み続ける男。その静かな瞳には、未来の栄光が映し出されている。彼の歩みは、
決して止まることなく、次なる挑戦へと続いていきます。有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。